じゃあ行きましょう。30代男性、ヤレアルプーフさん。ヤレアルプーフ、どっから取ってる名前だろうね。私はよく彼女と一緒にアニメを見るのですが、彼女はですね、成人キャラと未成年キャラが恋愛関係になり、かつその関係が、作品内では咎められない、責められないですね、という展開が許せないそうです。私はアニメキャラのそういった関係に対しては、創作なんだから別にいいんじゃないのという気持ちなのですが、彼女はですね、歴史ものでもない限りは現実に即した倫理観で創作してほしいという価値観を持っているようです。そういった関係が足ざまに書かれるのは OK だそうです。まあ、つまり、現代の作品でもですね、そういう未成年のキャラと成人キャラとがですね、恋愛関係になると、それが、悪いことのように書かれるんだったら OK だ、彼女は許してくれるってことですね。彼女からは、あなたもこの価値観を共有してほしいと言われています。彼女と価値観を共有したい気持ちはあるのですが、本心から悪と思っていないキャラを否定するのは心苦しいです。自分の気持ちに嘘をつかずに、うまく彼女の価値観と折り合いをつけられる考え方があれば教えていただきたいです。あー、なるほどね。ふんふんふん。まあまあまあね、別れろっていうですね身も蓋もない意見もあってですね、僕も本音のところではですね、多分別れた方がいいと思うんですよね。で、なんでかっていうと、まず自分の価値観を押し付けているところが僕は気に食わないからであってですね、別れたらって思うんですけども、多分その30代の男性で一緒にアニメ見てくれる彼女って貴重な存在だと思うのね。その人にとってはなかなかね、別れるのもしんどいだろうなと思います。だから単に彼女の前でですね、あ、その通りだよね、こんなアニメ見る価値ないよねというふうに言って、まあ、こっそり隠れて見ればいいだけだと思うんですけどね。エロ漫画見るときとかポルノ見るときって人間そういうもんでですね、多分その彼女も隠れて BL とか見てると思うんですよねよくわかんないですけど、30代男性の彼女になるような女である、つまりで一緒にアニメを見るような関係である、そんな女性ならばですね、大体隠れて BL か、大体隠れて恥ずかしいものを見てるはずなんですよ。隠れて恥ずかしいものを見てるからこそ、自分の中にあるなんか小さい倫理観にすがってですね、なんだろうな、まあ、そういう未成年と成人との関係みたいなものに攻撃的になってるんじゃないかと、まあ、これは僕の邪推なんですけども、まあ、そんなもんですね。でもしそうじゃなくて本当に一方的に正義感押し付けてくるような女だったら、さっさと別れた方がいいと思います。まあね、だって、ヤレアルプーフさんもですね、自分が見てる作品ですね、その彼女が許さないような成人と未成年との関係、恋愛関係みたいなものを、これを見るべきだと、お前はこれを認めるべきだと、これは素晴らしい作品なんだというふうに押し付けしないわけですよね。そこを押し付けちゃうと、お互い様でですね、なんかこう価値観の押し付け合いになっちゃうんですからですね。ただ正直言って、こういうね、価値観のギャップって別れの前兆だと僕は思うんですよね。彼女がそういうふうなことを言ってきてる、踏み込んできてて、で、やれやるさんがですね、それに関してやれやれと思って、どうすればいいんだと、彼女に対して正直にありたいと思うのは、もうこれ別れの前兆なのですね。別れたくなければもう嘘をつく関係になってください。つまり彼女との魂の関係っていうのはですね、どっか割り切ることだと思います。もう本当に正直にそう思いますよ。動画へのご意見、ご感想、交際相手と共有する趣味についてコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。